こんにちは、ベンジです。ドラッグオンドラグーン3の続きをやっていきます。今回は2章2節議論。歌うたいの強烈な回復力で一命を取り留めたゼロとおかしな仲間たちは、ミハエルの情報を頼りに次の目的地を山の国北部へと定めます。で、前回槍強化して剣も新しいのを短剣を装備してますね。じゃあ行きましょうか。チェイン、連続的に敵を攻撃することでチェイン数がカウントされ、チェインが一定数つながるとボーナスとしてブラッドスフィアなどがドロップされます。うん、ブラッドスフィアはあれだよね、歌いモードになるためのゲージが上がるんだよね。本当だよ、すごいどころじゃないよ。本当だよ、なんで左手は治んねんだよ。いろいろあるんだよ、大人には。大人なの、大変なんだね、大人って。ああ、だから静かにしてろ。ジトと話さないと。ねえ、ゼロの左腕って義手？そうだ。うん。その義手はどうやって動かしてるんです？動力源か？切断面に寄生させている虫だ。マジか。虫？機械じゃないんだ。見たいな。また今度な。僕も見たい。ダメだ、お前食うだろ。しつこい。ちぇ。どっちも子供じゃねえか。ゼロは石つけたり再生したり、いろいろ忙しいんだね。違うこと喋ってる。あ、結局さっきの地域はクソ犬がいただけだったな。そうだね。ねえゼロ、さっき飛んでて見つけたんだけど、はい、あっちの方角に神殿っぽい建物があったよ。それを早く言いなさい。なんだか広い場所が見えたよ。ああ。なんか聞いたことあるかも。お前も早く言いなさい。山の国の神殿は大きな広場になっている。最初に言っときなさい。北か北部へ向かう。はい。え、ドラゴンで移動するかな。その神殿にはさすがにいるだろう。4は。でもさ、ディトとミハエルが先にその情報を言ってればさ、あんなケルベロスを倒すことはなかったような気もするけどね。でもそこにはゼロは怒んないんだね。まあ、あのゼロの超再生能力も見れたし、よかったんでしょう。次第に激しくなる敵軍の反撃、フォーが隠れているという神殿は要塞化された防衛施設の中にあった。要塞か、やだな。守りが硬そうだ。うわ、剣ちっちゃ。当たったのか。この先の要塞にフォーがいるんだ。神殿を要塞化するなんて、鳥みたいに肝の小さな歌姫様だね。肝と悪く言うんだよ。うわ、何それ、でかくなったぞ今。うわ、 1,2,3,4,5,6,7 までいくで、4からあれだな。おお、でこい。空中2回目開けちゃうよ。かまわん、好きなように好きなだけ爆撃しろ。はあ、かっこいいこの剣、いいね。あ、これはこっち行っとこう。絶対宝箱あるよ。宝箱じゃなかった。このままでは王様の国が滅びる。すいません、諦めるな。こっちまで来るのか。現実見ろよ。これいいね、大きくなる。こっちは連打しろと。え、連打でも元からなんか後ろ側やっぱり、え、間違った。
ほほほ。脇道はないね。うわ、あ、範囲広い。かっこいいね、オーラ放って。どんな武器も最後オーラかな。ぐるぐる。ちょっと槍重すぎる感はあるけど、重い武器がね強くていいわ。刀を奪っていく。ひどいね。ほらほら、あっちの方で人が焼けてるよ。この日ね、いいね。今日はよく寝られそう。君は本当に破綻してるな。破綻してる。褒め言葉として受け取っておきますよ。ゼロが来たぞ。すごい。君は破綻してる。戦闘もやりたがってるみたいじゃないか。はい、ではしない。受けた屈辱は返すのがドラゴンの礼儀なんだろう。でもひどいことをするのはあんまり好きじゃ。うるさい。とっとと上から砲台を潰せ。私は地上で雑魚どもを始末してから。誰かいた。わかったよ、わかったよ。二回言わなくていい。かわいそう。次来るぞ。来るぞ。あいえ。ぐるぐる。姫と戦うなんて俺たちにできるのか。無理だろうね。20人倒すか。ここはぐるぐるでしょう。私は手が震えてダメだ。誰か代わって。老兵。助けて。ここだ。死ぬんだ。お。役に立たないクソだな。だから今手助けするねえのか。いや、弓がいいのか。これ回復だろう。だろうね。こっちは？回復だろう。だろうね。だっていろいろ段取りがあるんだよ。黙ってろ。リト何してんの。こういうのをやっつけてくれるとすごく嬉しいんだけど。お前砲台も壊したの。あ、宝箱あったね今。これが1個目か。本当に1個目なのか。砲台を止めたぞ。あ、でもちょっと四角になってんだ。こうやっていくとよく聞こえないんだけど。突破する。ありがとうございますだ。ありがとうございます。よくできました。お次は。うでやめておけ。腰抜け。やってみなきゃ分かんねえぞ。ノーブで正面をもらってるやつに腰抜け呼ばわりされたくないね。無駄無駄。確認します。ちょっと壊しておきたい。よし。あれ、うん、え、よし。おいない。お次は。いやあ、そこから狙ってくる。撃つ前に登っちゃうよ。降りちゃった。こういう下はね見とかないとね。ね、ディートが挟まってるでしょ。もうお前登ってくれねえのじゃないのか。弓兵が一撃なのがちょっといいよ。登ってきたね。なかなか宝箱が見つかんないな。
よいしょ。お、回転かっこいいね。ゼロです、ゼロが来ました。ここはミハイル抵抗してくれるでしょう。お、何、ビガーサーシュ、やっぱりオーガ。ミハイル来い。あ、そんな大きくない。本当だよ。ミハイル、ナイス。あ、オーガいっぱいいんのか。後から後からキリがないな。オーガを3体倒せな。こういうの拾っとかないとね。回復消えないんだね。倒しきるとね、取れなくなるかもしれないから一応今取ってます。オーケー、オーケー。ミハイルは地上で戦ってない、空からやりゃいい。あっちの方の門が開いたよ。よし、おすすめだ。ほんとこういうの隠すのうまいね。こういう四角に絶対置いてあるもんな。まあ、絶対ではねえけど四角に置いてあるとか思う。よっ、回復、よし。また閉められた。来いミハイル。そっちなのね。来たー。なんだっけ、ギガースだっけ。なかなか歯ごたえのあるやつが出てきたじゃないか。お、呼べる。ギガースだね。はい。弁護士、大丈夫？大丈夫じゃなかったらどうするの？大丈夫じゃなかったら逃げよ、逃げよ。逃げてどうするんだ。逃げてどこかに作るぞ。ああ、だめだ。暮らそうよ。ここを履き違えちゃダメだよ、ゼロ。歌うたい。どこで全然無謀ではないけどね。かわいい。人ドラゴン忙しいんだから黙ってろ。なんか硬くなったのこいつ。あ、武器壊したね。あ、落としただけか。あ、発生してる。なんだろう、ガードしたから倒れてるのかお前。何してんの。俺だ。そういうこと。死体でできちゃうんだよねこれ。そろそろかな、ここ。あ、あれ、フォーじゃないの？さっさと進んでフォーを倒すぞ。もう下切りできない。え、宝箱1個しか取ってないけど、大丈夫？これ回復だろうな。えい。行くか。え、もう戦っちゃう？そんなことないでしょ、さすがにね。うまい、めっちゃ守られてるよ。宝箱はナイス。バリケードで通れないぞ。クソ、僕が何とかしようか。ゼロ、頼む、頼むぞ。やってくれ、ドーンって。いけい。え、バカ野郎、やりすぎだバカ。本当だよ。
あらあら、ひどいよゼロ。ひどいのは君だアホタレ。さっさとフォーのところに行くぞ。はーい。何この茶碗。うわ、まだチェックポイントだよ。大変だったねゼロ。リト、さっきの崩落に巻き込まれなかったのか。どうしてうまく逃げ出せたのか。に入るにバリケード爆破なんて細かい仕事、明らかに無理だから。ちょっと引いたところで様子を見るのは絶対宝箱あるよ。当然でしょ。知らん。ほら、そんな常識は知らん。よしよし、ゼロの知能のそういう欠陥具合愛おしいね。殺すぞ。殺されるぞガキ。倒したらダメだよ。あのぶら下がってる中に宝箱あるとか言ったらもう無理よ。やめれ。ゲイ、なんて汚い戦い方だ。うるせえ。こう武器を切り替えながらね。じゃない、あれは歌姫じゃない。いや、お前らの歌姫も一緒だぞ。みんな化け物です。あそこに宝箱ある。あ、やって取ったやつだ。え、どこ行くの。こっちか。凱旋門よいしょ。あそこにクソドラゴンもいたよ。あの先がフォーム要塞。え、まだついてないの。何？これ、歌の力だ。歌の力で見えない壁を作ってるんだ。小賢しいことをする妹様が好きだ。マジで。私たちはこっちの洞窟から行く。君は上から回り道を探せ。しっかり働けよ。あ、これ弱いね。弱い。1対1なら負けねえよな。今度は1対1じゃない。先にこっちだな。いやらしいやつだ。いやらしいな。はるかも。そういう意味じゃなくて、上辺はいい子に似ているが、中身は別物。私にも出なきゃ、歌うたうの主人ってありえないだろ。え、少女？少女って何？まあ、いいや。無理だ。歌うたうはみんな、そういう、なんか。ああ。小賢しい。えい、歌うたよ。みんななんか性に開放的なんだと思ったら少女なんだ。4だけなのか。じゃあ他はみんな少女じゃないんでしょう。さすがに。こういうこと、さあ宝箱の中は何かな。武器ってことはねえやな。あ、素材強化に使うやつ。オゲイ、これは回復だろ。2つとも回復。まず回復じゃない、どっちも回復じゃない。
それ取ったね。宝箱3つ取ったから多分全部取ったでしょう。そう思いたい。でもある可能性は捨てない。いやーなんか引っかかってる。結構ね見えない壁みたいなのが多いんですよこのゲーム。多分この下にあるね。なんか自由に行けそうで行けないみたいなところはありますね。ゼロが来ました。ここはこれだろうな。妖怪にあだなぎ裏切りを討とうという。ほら、随分とやる気が見なってる。ブラッドスピア取ったね。じゃあまあこちらも。じゃあ使っちゃう。遠慮なくやらせてもらう。あったよ。ちょっとねこの後どうなるか分かんない。はい、はい、こうちょっと使うのがすごく効率いいかもしれないね。どうしてゼロは自分の人を殺すのが好きなの。別に好きじゃないの。大大好きだよこの主人公は。いや2はそうでもなかったかも。おマジ援護できんの。まだ続く。めんどくさいね。もう肩が疲れた。今夜たっぷり揉んであげますから。ほらどうして。どうした。第一第二攻撃部隊がやられた。ここで止めなきゃ終わりだ。相手はフルッタ歌う会だ。戦場はいらないぜ。殺されたらどうなる。終わりだ。終わりだ。いや、やだこいつら。わあ来た。戦場は王様への伝令はどうした。伝令はまだ到着しておりません。どうなっておるの。やられてる。何だか不安してるね。敵の混乱の絶好の好機。いいね。相手の弱みにつけ込む卑怯な奴。僕は好きだよ。危ない。わあ。こんな狭いところでそんなの撃つな。熱いだ。引っかかってる引っかかってる。全部倒した。倒したね。ミハエルの助けのおかげかな。あ、ついにあそこが神殿かしら。どうしたっけ。うん、ここで終わりだね。マップ的にも。クリア。宝箱全部取っててくれ。長いから戻りたくない。レベル2上がった。3800円。よし、3つだね。オーケー、全部取った。来た、アコール。じゃあアコールもやっとくか。やっときましょう。あのダイジェストでお伝えするかもしれないですけど、アイテムがなんか増えてるよ。おお、回復中。これ拾うことないから買っていた方がいいかな。これもまだ使ったことないけど、フックセレクターで。まず宝箱はコンプリートになってると。火打ち石7つね。槍だけで戦うこと、伝統に従い。そうなんだ。いいよ。槍装備しないと受けれないのかな。うわ、ここか。あれさっき回復だ。あ、すげえ簡単。いやー、もう一匹倒したかった。追加報酬あっただろうな。まあいいや。ミッションクリア。めちゃくちゃ簡単だった。制限時間も2分とかだったかもね。1分半だったかな。え、UI のやり
武器もらえんのかよ。やべえ、最大強化しちゃったよ。やりそんなにもらえないかなと思ってすぐもらっちゃった。鷹の爪、鷹の爪ってさ鷹の爪って唐辛子みたいな。絶対こっちの方が強いよな。友情の証と言われている槍。まあ最大強化しちゃったらしょうがねえよな。やっぱ最大強化はあれだね。あ、これよく見てなかった。右側、一つアイテムに頼るべからず、二つ仲間に頼るべからず、三つ状況を起点にて文句を言うべからず。アイテムと仲間は使えなかったんだ。気づいてなかった。兵士を全部倒そうとしたら鷹の爪がメインの。これちょっと難しいね、全部の条件達成するっていうのが。もう一回やろう。その鷹の爪取っちゃったら終わっちゃうから、その前に倒そうと思ったらメインがおろそかになってしまったと。うわー、取っちゃった。やっぱ全部達成するの難しいわ。まあいっか、クリアしたから。鷹の爪だけ集めるのは簡単なんだけど、今オーガを1体倒せとソルジャー30人倒せだったから、それで全部達成すると追加報酬で2倍とかなるのかな。まあいいでしょう、金はいっぱいもらってる。おお、中2つ持てるようになった。やっぱアコールはね、やっていかないといけないと思うわ。これこうやってそういうなんつうの、持ち物が1個増えるとかそういうのってかなり重要なんで、後でまとめてやるよりこうやってちょっとずつやってった方がいいと思います。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。